リンネルチャンネル。私自身はヴィーガンの食生活やライフスタイルをしているわけではなく、お肉もお魚も卵もバターも牛乳も全部好きです。ただ、美味しい野菜が手に入ったりとか、この素材の味を大事にしたいなっていう料理の時には、全て植物性でヴィーガンのメニューにしたいなと思って料理をします。今日作った料理の中のアーモンドミルクスープを作ったんですけど、これは朝毎日飲んでいる人参のスロージューサーで作るジュースの搾りかすを使っていて、で人参がとても美味しいので搾りかすも美味しいんですよね。でその搾りかすを美味しくスープで食べたいって思ったら、牛乳ものスープも大好きなんですけど、牛乳よりも人参の味が引き立つようなアーモンドミルクをチョイスして、で調味料もすべてヴィーガンで作りました。そうするときっと飲んでいただくと、人参と玉ねぎ甘いな、美味しいなって感じていただけるんじゃないかなと思います。大きなしめじとキノコと大麦のサラダは、この大きなしめじっていうのが、私の今手に入るちょっと皆さんに食べてほしいなと思った素材だったんで今日作ったんですが、しめじってこうスーパーで売られてるのってこうパックに入ってますよね。そのパックに入らないその株の外側のしめじは結構農家さんの方で落とされて、結構道の駅とかで袋詰めにされて売られるような感じが多くて、あんまり東京に入ってこないことが多い。でそれをちょっと親しくなったキノコ農家さんから聞いて、それ食べてみたいって言ったら送ってくださって、でも食べてみたらこうもうなんと旨味が強くて歯ごたえもあって美味しいキノコなんだろうと驚きまして、でそのキノコを主役にしてサラダにしたいと思って作っています。もうシンプルで、本当調理のポイントはキノコをはじめに多めのオリーブオイルとニンニクで炒めるんですけど、でそこももうニンニク、オリーブオイル、塩だけで、また私はいつも無水調理をします。でしばらくキノコに火を通して、でその鍋の中でキノコから出た水分も一緒に茹でておいた大麦と合わせて混ぜるだけで非常に簡単です。でこの茹でた大麦が時間が経ってこのキノコの旨味やオリーブオイルの旨味を吸ってくれるので、本当お弁当に入れてもいいし、ピクニックでサンドイッチのピタパンとかの中に挟んでいってもすごい美味しいので、なんか私は結構何回も作ってるサラダの一つです。大豆ミートの唐揚げは今日はピーナッツタルタルというのを
かけてみました。大豆ミート皆さんなんかあんまり美味しいと思った経験がないって話もよく聞くんですが、もうポイントはしっかりと自分の好きな下味をつけることだと思います。乾物の一つ、ね、高野豆腐や切り干し大根などと同じように一度、水で戻して、で自分の好きな下味に入れてから使うと料理の幅もすごく広がって失敗なんじゃないかなと思います。で今日はその下味をつけた大豆ミートの唐揚げに、ピーナッツタルタルなんですが、このタルタルってもう卵をがゆで卵普通入るじゃないですか。でこの卵を茹でるとこからスタートするっていうのがタルタルソースのすごく面倒くさいポイントだと思うんですけど、このビーガンのタルタルソースはその卵じゃなく、私はその幸せ感をピーナッツペーストで表現したくてこのタルタルにしてます。でピーナッツペーストはこの千葉県産のものなんですけど、とても香りが良くて独特の甘みやコクがあって、ただのマヨネーズとピクルスだけのソースがこのピーナッツペーストを少し加えることによって、ほんとちょっとお店の味っぽくなるというか、少し奥が深いような味になります。なのでこの唐揚げは実はピーナッツタルタルでピーナッツペーストの美味しさを知ってほしいと思って考えたメニューです。そのビーガンってものを知ったきっかけが、世界中のいろんな文化を持った人たちが集うテーブルでタバコを吸うような、あんまり健康意識してなさそうな子たちがみんなでビーガンのつまみを食べている風景を見て、で彼らに少し話を聞いたら、俺らの仲間の中にはいろんな食文化を持っている人がいる、で肉はなんか食べれない人いろいろいる、でもビーガンでみんなが食べられるものメニューにするとみんながハッピーだ、だからビーガン料理で飲んでるんだよねっていう話を聞いて、あ、素晴らしいな、私がやりたいのはこれだなと思いました。自分が、肉や魚やバターや牛乳や卵やそういったものも大好きな自分にとって美味しいと思うものを植物性だけで作って誰かに届けることができれば、もういろんな食文化を持った人も心のハードル少なく美味しいと感じてもらえるのではないかなと思って、ヴィーガン料理に夢中になっています。